問来てた。ムクホークメインで強いデッキ組んでみろや。結論、コントロール系のデッキが好きかい。一時期狂ったように使ってたムクホークフロンティアブレンレベル X、 種ポケモンのムクホークに重ねて出すので実質1進化ポケモン。1進化でありながらファーストコールで一旦に一度山札からサポートカードを持ってくることができる。電動ではバトルサーチャーというトラッシュのサポートを回収するグッズや時のパズルという2枚同時に使うことでトラッシュの好きなカードを2枚回収するカードがあるので簡単にピン積みのサポートを使い回すことができる。ドローする効果の博士の研究はもちろん、引っ張り出すボスの指令、自分の交代もできるグズマ、持ち物やスタジアムや特殊エネルギーをロストしながら妨害するザオボー、好きなタイミングで使えることで実質デメリットがなくなったツツジや先輩と後輩、ハンデス要因の怖いお姉さんやゲーチス、ピンポイントで入れておけば活躍するんだよなみたいな尖ったサポートと相性がいい。逃げるがゼロでグズマのクッションになれる点もめちゃくちゃ強い。ただし初動でムクホークの準備ができてないとデッキが破綻するので注意。一応グッズレベルマックスがあれば出してすぐのムクホークもベンチでレベルアップできるので立て直しはできる。採用するサポートの種類が少なくなればなるほどムクホークフロンティアブレンレベル X でやる意味が薄くなるので必然的にピン積みのサポートが多いコントロール系のデッキになりそう。ディディンディン。